続きまして、内閣官房町人仕事創生本部事務局内閣府地方創生推進室ビッグデータチーム宇野雄也より、リーサスで地域探求実践校の説明をいたします。では宇野さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。内閣官房町人仕事創生本部事務局の宇野と申します。よろしくお願いいたします。資料を、見ながらご説明させていただきます。今回ですね、ご説明させていただきますのは、リーサスで地域探求の実践校についてということでございます。経緯をご説明いたしますと、先日、3月ですけども、リーサス4ティーチャーズというウェブサイトを立ち上げまして、そこでその教育現場を教育現場で、リーサスを活用した授業を円滑に、展開していただくために、高校などに向けてですね、8種の授業モデル、リーサス副教材と呼んでますけども、これを公開いたしました。で、この副教材の概要っていうのが下にございますけども、高等学校学習指導要領平成30年告示の解説、歴史地理編っていうのにですね、これ、令和の4年度に施行されると、思いますけども、これに、リーサスというものがですね盛り込まれておりまして、これを背景にいたしまして、教育現場でリーサスを活用した授業を、展開していただくということで、データリテラシーの向上ですとか、またその地域探求といいますか、地方創生的なですね、話というのも含めて、地域人材を育成するということを目的として、やっております。で、教科とは科目としましては、地理総合、商業、観光ビジネスですね、あと国語、情報、総合的な探究の時間ということで、これをですね、本日から3週間、土曜日ですね、わたって、ご説明をさせていただくと。これを実際作った先生方っていうのが、右の8人の先生方ですね。この先生方が実際作っていただきまして、これを、それぞれですね、8人でそれぞれ1個ずつ作ったっていうよりかは、みんなで議論しながら作ったものではあるんですけども、中心になって作っていただいた科目っていうのをご説明いただくということになっております。で、どんなものを作ったんですかっていうと、モデル事業案の概要っていうところですけども、ここに一つ学習指導案ですね、授業計画ですとか、その何時間やってこの1時間目は何やりますみたいなものですとか、本日の学習などということで、目的とかですね、その位置づけみたいなものも、ここで書いています。あとは授業用のスライド、ワークシートっていうものですね。これはパワーポイントで、アップロードしていますので、これをダウンロードしていただいて、それをそのまま使っていただいてもよろしいと思いますし、カスタマイズしていただいても構わないと思います。これをですね、あと実践事例っていうのもあるんですけども、これをこの下の、URL を見ていただくと、ダウンロードできると。で、あともう一つですね、リーサスで地域探求ってことがあるんですけども、これはこのリーサスの副教材を、作ってアップロードするだけでは使っていただけないと思っていますので、今年度事業として広めていこうということを考えてやっている取り組みでございます。今日もその一環でございます。次のページいきますけども、これをですね、使う先生方っていうのを、募集したいなと思っておりまして、概要のところをですね、見ていただきますと、いろんな学校、小学校も含めてですね、副教材自体は中高をメインターゲットとしているんですけども、先生がですね、噛み砕いて説明していただいたりすると、小学校とか他の学校でもお使いいただけるかなと思いますので、そういうですね、いろんな幅広い、小中高ですね、あとは民間の教育団体って書いてるんですけども、これは例えば塾ですとかフリースクールですとか、そういう学校法人以外のですねものも含めて、募集したいと思っております。またその複数校での合同開催っていうのも、実施を歓迎いたします。内容としましては、リーサス4ティーチャーズにですね、掲載されています8種の授業モデルを、実際にそのご自身のですね、授業の時に使っていただくということで、
まあ、それのまあ実践報告書を提出していただきますって書いてあるんですけども、まあ、報告書ってのはまあそんなすごいものってのイメージではなくて、まあ、とりあえず目標がないと頑張れないかなということで、報告書っていうのを提出していただくっていうのを考えています。であと、まあ、まあこれは応募期間、まだ始まってなくてちょっとまだ用意ができてなくてですね、7月31日からを考えておりまして、まあ、8月21日まで、応募をさせていただければと思っています。で実際その9月10月に授業をしていただいて、で最後ですね、あの11月ぐらいかなと思っているんですけども、まあ成果発表会っていうのをやりたいと思っています。ここでですね、あの、まあ、対象者としては、まあ、小中高の教員、生徒、あとはまあ教育委員会職員などって書いてあるんですけども、もちろんさっきあの左に書いてある、民間の教育団体なども含めてですね、やっていきたいと思っております。で日時は全然まだ決まってないんですけども、まあ、11月ぐらいかなと。で場所は、まあ、全国10カ所程度ってことで、まあ、オフラインでやりたいという気持ちはかなりあって、まあ、これはあの、まあ、先生方にですね、特に近場の先生方と交流していただいて、コミュニティを作っていただくと。その上で、その、まあ、来年度以降ですね、実際、その自分たちは、こういうのやってみたよっていう紹介をしたりとか、こういう悩みがあるんだけどどうだろうっていうのを先生同士で解決できるようなコミュニティっていうのを作っていただけたらなというふうに思っているんですけども、まあコロナの状況でございますので、まあこれはまあちょっと実際現地にやれるかっていうとちょっと難しいかもしれないんですけども、まあ一応集まって各地でやりたいなと思っております。でこの成果発表会の内容としては、まあ、実際にですね、やっていただいた事例っていうのを、まあ、教員であったり、また生徒さんもですね、含めて発表していただくということで、まあ、ちょっと、まあ、そんなにいっぱい応募来ないかなっていう気もするんですけども、もし大量に応募が来てしまったら、ちょっと選別させていただくってことになるかもしれません。が、発表していただく方には、交通費ですね、一部か全部負担するというようなことを予定しております。まあ、そういう、まあ、発表の場ということで、まあ、それをきっかけに交流していただいたり、学び合ったりっていうことを考えているんですけども、やっぱり最近ですね、部活動でいろいろ中止になっていたりとかすると思いますので、まあ、そういう発表の場とか活躍の場っていうのがですね、生徒がすごい奪われているっていうことはあると思いますんで、まあ、そういうですね、機会にも一つなるかなというふうに思っておりますので、ご活用いただければと思っております。ですかね。まあ、そういうことで、まあ、ちょっと、さらにその教員同士のコミュニティっていうのもあるんですけども、地域の商工団体とか企業とかですね、まあ、そういうところにこうアプローチしたいと、そのヒアリングとか行ってみたいけど、あんまりこう知り合いがいないんだよねってお困りの先生もいらっしゃると聞いてますので、まあ、そのあたりにも声をかけて交流していただくと、今後の発展に結びつくかなというふうに考えていますので、まあ、そういったコンテンツで楽しくやるようなイベントっていうのをですね、まあ、オフラインかオンラインになるかもしれませんけども、やっていきたいと思ってますので、ぜひですね、まずは実践校応募要領っていうのはですね、ちょっと来週末に公開する予定ですので、まあ、それを見ていただいたりとか、ちょっと自分にはハードル高いなと思われる方でも、成果発表会はオーディエンス呼んで、まあ、聞くだけでも構いませんので、ご参加いただいたりということをお願いできればなと思っております。で最後に、宣伝なんですけども、一番下にですね、今年度も地方創生政策アイデアコンテストを開催いたしますと書いてあります。まあ、2015年からですね、開催してまして、これが、今年で6回目ですかね。まあ、最高3部門、さっき聞くたの挨拶でもご紹介あったんですけども、3部門で、そのうちの1つは中高生以下の部ということで、まあ、生徒たちがですね、楽しく発表をしてっていうか、まあ、すごい、本人たちはものすごい真剣にやって、見てる側もすごい迫力あるなと思って聞いているんですけども、そういうコンテストを、開催いたしますので、ぜひ、こちらのご応募もご検討いただければと思っております。ということで、私からは、以上です。先生、これからですね、大久保先生と上門先生の、ご説明があると思うんですけども、その後に、ご質問を受け付けたいと思っていますので、これについてご質問ある方は、その時に、一緒にいただければと思っております。以上です。
宇野さん、どうもありがとうございました。それではただいま宇野さんのお話にも出てきました副教材について、これからお二人の先生にご説明いただきます。そして今ありましたように、後ほどお二人の先生のお話が終わった後、質疑応答のお時間を設けておりますので、ぜひ画面下の Q&A からご質問をお願いいたします。ではまず、徳島県立脇町高等学校教諭大久保邦博先生に副教材についてご説明をいただきます。では大久保先生、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。画面共有させてもらいます。はい、改めましてすいません、こんにちは。徳島県立の脇町高等学校の大久保邦博と言います。本日はよろしくお願いします。印刷の副教材という形で、情報、教科の方の情報を、中心になって作らせていただきました。で、本日の内容としましては、次のような形で、活用の場面、狙いとポイント、で、実際に、本校でどういうふうに使っているかということと、その効果についてお話しできればと思います。はい、まず、活用の場面ですが、今、これから、新の学習指導要領で、情報の方が、情報1と情報2に変わるっていうところで、情報1の、単元、情報通信ネットワークとデータの活用の、データ分析っていうところを、まずは、メインターゲットみたいな感じで考えておりますが、もちろん、現在、旧課程になりますが、情報の社会と情報であるとか、そういった場面でも使えると考えています。また、DSAS の、活用した探究活動を、するときに、DSAS について、触ってみて、簡単に勉強していくっていうこととか、数学1で、データ分析がありますんで、そことの強化を横断的な授業として、っていうモデルにもなります。で、ただ単に DSAS をちょっと使ってみようかっていうところでも使えるんじゃないかと考えています。で、そういったところを、活用の場面として、もちろん他にもたくさんあると思うんですが、想定しております。で、教材の狙いとしましては、もちろん、情報としての、データを収集、整理、分析、表現する方法についての理解、それの技能を身につけるっていうこと。そして、データを根拠に、意見を主張して、DSAS のデータをもとに、自分の意見を出すと。そして、数学との兼ね合いで、相関関係であるとか、また、因果関係、データからは分かることと分からないことがあるっていうことを、データ活用っていう場面で、してもらうっていうこと。最後に、地域の現状とか課題についての、DSAS から気づいて、それを課題解決に持っていったり、問題に気づき、これからの自分の課題研究に生かしていくであるとか、将来の仕事について考える機会、そういったところになればと思っています。実際に、教材の方をサイトの方からダウンロードしていただければ、パワーポイントの教材と、PDF の指導案があります。で、今回のこの情報での DSAS活用の授業については、約5時間ぐらいを、時間として取ってありますが、その中で、生徒に発表させる時間であるとか、調べさせる時間を、もう長く取れば、もう少し長い時間にもできますし、前段階のところを端折っていただいて、いきなり DSAS 使うってやれば、3時間ぐらいに短くすることもできます。そういった形で、使っていただければと思います。一応5時間と考えて、全体のポイントについてお話しさせていただければと思います。まずは、1時間目の方で、データについて、今回は数学1とのつながりを考えてますんで、数学1の授業でデータ分析、相関関係とか、ヒストグラムとかの書き方とか、そんな風なものをやって、実際に DSAS のデータを使って、自分たちでデータを作ってもらうっていう時間を1時間取ってます。で、
2時間目としまして、2時間目に技術の活用方法についてっていうところを、今回の時間にしてます。で、さらに3時間目、4時間目で、データの比較であるとか、いわゆるそういった背景を探るというふうなところを時間としています。で、最後に、その自分たちが調べたことであるとか、意見を技術のデータをもとに発表して、ルーブリックをもとに評価していくというふうな流れになっております。はい。で、例えば、パワーポイントの方に入れてるんですが、富岳一さんのつながりで、相関係数のところを一つ見てもらうと、まあ、全体的に最初に、生徒に投げかけさせてもらって、まあ、人口が少ないところって、高齢化率が高いですかってことと、子供が生まれた、まあ、生まれる数が少ないところは高齢化率が高いのか、というふうな、質問を最初に投げかけて、それが、リサのデータから正しいかどうか、相関係数、まあ、サンプル図を作りまして、相関係数のから検証してみるっていうことで、まあ、数学1の学習内容を踏まえて、それが実社会でどういうふうに、まあ、検証にいた、まあ、使えるかであるとか、そういうふうな、どういうふうに、データとして出てくるか、この辺のところとか、まあ、負の相関関係になってるとか、正の相関関係になってるとか、まあ、あんまり関係性がないっていうふうに話が持っていけるんではないかと思います。で、次に、データの表現として、まあ、どちらかといえば、これは情報に関わる分野ですが、まあ、同じ全国と徳島県ですが、データの出し方ですごく減っているように見えるし、減ってないようにも見えるし、というふうなところで、グラフを作るときにどういうふうな作り方をするか、ということを考えてみたり、データを比較する、徳島県と全国を比較して減り方が違うであるとか、そういったところで、考えていくっていうところを一つ出しています。で、最後に発表で、全体として、ルーブリックに従って、こういうふうに評価しますよっていうところを先に出してもらって、データの発表をさせるっていうところを一つの、まあ、まとまりとして考えているところです。で、具体的に、この、本次っていう形で、課題を作るっていうことで、全体の2時間目にあたりますが、右のような、情報の時間で課題を作っていくというときに、まずは、リサスの使い方っていうことで、簡単な使い方の説明、そして、ビッグデータの可視化させる意義の理解っていうところ。で、全次のところで自分たちでデータを作らせてますんで、そういったところから、リサスのデータの見やすさとか、操作性の、まあ、使いやすさであるとか、そういったところもお話しできるかなと思います。で、実際にデータを抽出してきて、まあ、そこから分かることがあったり、まあ、なかったりするんですが、そういったところで生徒の意見をまず出させてみる。で、そこから、まあ、いわゆるワードであるとか、文書処理ソフトで、データを入れて、その根拠を持った意見が出せるっていうことで、このデータからこういうことが分かりますよっていうことをまとめて書かすっていうことを1時間の授業として考えています。はい。個別のところで、まあ、こういうふうに1時間で、まあ、なかなかできなかったりもするんですが、できるだけまあ50分以内で作ってもらって、で、これをまとめから次の時間にこういった自分たちがまとめたことと、もう一つ、違う町のデータであるとか、そういったところを踏まえて比較していくっていう流れになっています。はい。実際に、うちの学校でも使ってるんですが、どういうふうに取り組んでるかっていう話をちょっとさせてもらえたらと思います。で、まあ、徳島県の、この美馬市っていうのがこういうふうな山の中にある学校でして、もうこう、スーパーサイエンスハイスクールに指定されておりまして、その兼ね合いから、リサスをデータ分析とか、いう形のところで、取り入れさせてもらっています。で、
全体としての流れとして、先ほど浅野先生の話もありましたけど、どういったことを子供を育てたいとか育成したいということで、学校版のコンピテンシーっていうのを考えて、それを実現するために探究活動を行うということで、カリキュラムマネジメントっていう形で、まあ、全教科で問題解決の授業をしたり、リサーチを使った授業を、まあ、スイングリサーチローカルアクトっていうふうに名前を付けまして、課題研究をするための力、まあ、これを科学的思考力っていうふうに学校で定義しまして、それの基礎となる、凡庸的な基礎とか能力っていうふうに考えて、この B 卒による取り組みと、まあ、各教科における取り組みを融合させて育てたいということでやっています。で実際に、まあ、時間としては主にですが、数学と情報、そして現代社会、まあ、家庭基礎とかもちょっと入ってるんですが、そういったところで1年生でやっております。で1年生の間に、まあ、大体2学期頃後半ぐらいになるんですが、B 卒と、まあ、情報を、リーサスを情報とか、数学の中で取り入れて、で、自分たちの中で、グループで、まず問題点を発表したりとかいうことを、まあ、総合的な探究の時間と合わせまして、取り組んでます。で、クラス内とか、そういったところで発表してもらって、で、実際にコンテストに応募するっていうこともしています。で、前段階として、1年生でこういったことをやって、実際に2年生になって本格的に課題研究に取り組むっていうことを目標に、やっております。で、まあ、成果としまして、リサーチを活用することで、情報リテラシーの部分でもちろん向上は見られますが、地域とか地元に対する見方っていうのが変わってきました。どちらかといったら山間部ですんで、田舎で何もないっていうことで、悲観的なことが多かったんですが、ちょっと見てみたらいろんなことをしてる人がいるとか、こんな風に、隣の町でもちょっと違うんだとか、うちは農業をすごくやってるけど、隣は違うことやってるとか、そういう風なことが出てきたり、まあ、数学とかだけじゃなくて、そういった理科であるとか、特に地理とか、そういったところの教科への波及も見られます。で、最も大きかったのは、本校やっぱりどちらかと言ったら、参加時の進学校ですので、まあ、勉強の面というか、まあ、大学進学をメインに考えてたんですが、まあ、アイデアコンテストとかで優勝するようになってくることで、まあ、地域の人たちとのつながりが増えてきまして、まあ、実際に、まあ、政策立案コンテストのワークショップを地元の職員の人とやったりとか、議員さんとかとやったり、住民の方と一緒に話し合うっていうことができるようになったりとか、もっと言えば、普通科なんですけど、自分たちで地元の企業さんに聞きに行ったりとか、地元企業さんとフィールドワークを行ったり、共同研究を行ったりとかいうことも起こっています。今特にメインでやってるのが、地元が世界農業遺産に認定されてますんで、そういった農業遺産を科学的に、表明できんかとか、スマート農業を取り入れられんかどうかとか、そういったことをメインにして、研究したりとかいう子も出てきております。そういったふうに、まあ、リサーチ活用することで、いわゆる学力的なところとか、教科横断的な取り組みもできますし、まあ、地域とのつながりが広がっていって、子どもたちが課題研究であるとか、まあ、これから将来について考えるすごい機会になっていくと思いますので、ぜひご活用いただけたらと思います。以上で私の方の説明は終わらせていただきます。ありがとうございました。大久保先生、ありがとうございました。後ほど質疑応答でまたお答えいただきます。大久保先生、そしてこの後の上門先生のご質問がございます方、画面下の方にあります Q&A の方にぜひ投稿をお願いいたします。では続きまして、学校法人川島学園黎明中学校高等学校教諭上門大輔先生より副教材のご説明をいただきます。では上門先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。それでは、私の方から、説明をさせていただきます。学校法人川島学園黎明中学校黎明高等学校の上門と申します。昨年度、リーサス、副教材作成に携わりました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
私の方からは、地方のチェンジメーカー育成プログラム、という教材を、説明させていただきたいと思います。まず、今日は、この地方のチェンジメーカー育成プログラムについて、コンセプト流れ、また教材活用のポイント、また他の教材とのつながりについて、最初に説明させていただきます。また、今年、副教材を活用した新たな取り組みを、始めていますので、そのこともちょっと紹介させていただきたいと思います。この教材は、Resource for Teachers に掲載されております。授業でお使いになる際は、授業用スライド、そして、生徒用のワークシートの方を、ダウンロードしていただきまして、生徒のワークシートにつきましては、印刷を、していただくと使いやすくなっております。で、その際に、製本印刷の機能があるプリンターで、印刷をされる場合には、その製本印刷の機能を使うと、冊子になるような仕組みになっておりますので、ぜひご活用ください。この教材ですが、メインとしてはですね、まず総合的な学習の時間、総合的な探究の時間の基礎プログラムとして作成いたしました。これから学校で探究学習をやっていく、またどのようなことをやっていったらいいだろうっていう時にですね、使っていただけるような教材にしています。ですので、本当に基礎の基礎というふうに思っていただけたらというふうに思います。その際に身近な地域というものを題材にした探究学習は生徒にも、取り組みやすいのではないかというふうに私たちは考えました。また、先生方がこの教材を使って授業するだけではなく、生徒自らが授業スライドに沿ってワークシートを活用して探究学習を進められるような教材にもなっております。先生方は生徒がやっている自主的な活動をサポート、寄り添いながらサポートするだけで、探究学習も進められていく、まあ、こういうようなものにもなっております。ですので、まあ、生徒が主体的に探究学習を進められるプログラムだというふうに思っていただけたらと思います。この教材を進めていくと、地方を元気にするアイデアを企画書としてまとめるというところがアウトプットになります。その企画書につきましては、地方創生政策アイデアコンテストに応募にすることができますので、ここの参加にもつなげられるというところも、この教材のメリットになります。今回、このResourceの副教材を作成するにあたりまして、まあ、このResourceというものはどういうものかということを考えた際に、やはりこの地域探究のベースとなるデータベースということが言えると思います。Resourceはあくまでもツールです。このResourceのデータを用いることによって、生徒の地域探究というものをより効果的にするものになりますし、生徒が自ら探究するその きっかけといいますか、材料になるものです。このResourceを活用した教材ですけれども、基本的に全8時間ということで想定して作成しておりますが、一つ一つの部分を丁寧にやっていく、または生徒がアイデアを出す、その様子を見て時間を増やす、またフィールドワークなどを後ほどまたご説明いたしますけれども、そのフィールドワークの時間を作ったり、またプレゼンテーションにまとめる時間、プレゼンテーションの練習を行うということを考えると、8時間ではなく、もっと増やしていくということも可能になっていきます。プレゼンテーションや企画書にまとめるという時間は、基本的には生徒が自主的に課題だったり、という形で取り組むということで8時間を想定しております。授業で準備するものは、以下のようになっております。実施方法としては、グループで行うということもできますが、自主的な課題として、生徒に自ら取り組ませるということも可能になっております。
この教材の流れですけれども、1番目から9番目までの流れになっております。スライドの、ダウンロードしてスライドを見ていただけながら、いただければ流れの方は掴んでいただけると思いますが、今日は、その中の一部を、解説させていただきたいと思います。この教材活用のポイントといたしまして、まず導入についてです。導入については、1番から4番までの、問い、これを子どもたちに考えていくというのが1限目になります。その際に子どもたちに地方創生のイメージ、まあ、地方の現状をイメージしてもらうために、9-3 の2つの活動で動画を見てもらいます。この動画を見ることで子どもたちが、生徒たちがイメージを持っていただけるのではないかというふうに考えています。この動画を見る際は、先生方がプロジェクターで映すということもできますが、生徒が自らのパソコン、またはタブレットを用いて各自で見るということも可能です。その次に、地域について調べるというところがあります。これがスライドの12になりますが、ここでは、リーサスを実際に用いて、生徒が調べていくことになります。ここで先生方の不安というものが、やはりこのリーサスを先生方が使えない、あまりよく使ったことがない、だからなかなかリーサスっていうのを、子どもたちに使いさせられないんじゃないかっていう不安があるということをよく聞きます。実際私もリーサスを使った授業をする際にそこが不安でした。最初は専門家の方に来ていただいて、リーサスの使い方などを、学ばなければ、生徒は実際に学べないんじゃないか、というようなことも考えておりました。実際に、リーサスの使い方という授業をさせていただいたんですけれど、していただいたんですけれども、よくよく考えると、私たちが使えなくても生徒たちが生徒たちが使いながら使い方を知っていく、そちらの方が子どもたちも自主的に考えていくというところにつながるということに気づきました。ですので、今回この教材では先生方がリーサスを使い方を教えるということは重視しておりません。あくまでもリーサスというのはデータベースの一つですので、データを子どもたち生徒たちが各自で持ってくる、ここをポイントとしまして、ヒントというところがありますが、このヒントを参考にすると、ヒントの順番にリーサスの、ボタンを押していくと、その、データが出ていくっていうような形でヒントとしてまとめてありますので、こちらを、アドバイスしていただくと、生徒が自らで、リーサスからデータを取ってこれる、関連するデータを取ってこれるっていうところになりますので、この点は、使っていただけたらというふうに思います。またあくまでもリーサスというのは、導入のデータベースです。ですのでリーサスのデータだけではなく他のデータも、持ってくる、また自分たちでデータを作っていく、インタビューなどをして、情報収集をしていくということも重視していただけたらというふうに思います。データの中の一つ紹介なんですけれども、生徒たちが見つけた、生徒たちが見つけた、ものになります。中学3年生が見つけたデータなんですけれども、この流動人口マップというものがリーサスの中にあるんですけれども、これを離島 4島の違いというところに着目しました。ここで生徒が気づいたことは、流動人口の一番低いところと一番高い時間、この差が何なんだろうというところに着目しました。時間を見ますと朝4時から朝6時から人が増え出し、そして日中増えて、そして日没後、人口が減っていく、このことからこの時間に人口が増える、つまり
観光客であったりとか、仕事にかん、ビジネスで、来島される方というのの違いということに気づいたわけです。ここで子どもたちは、この差というところで観光客の違い、また、その島を訪れる方の違いということに気づき、こういうところを問題点として、に着目して提案をするというところにつなげていった例を一つご紹介いたしました。このように2番の地域について調べるというところでは、データを探していくということで問題とする材料を集めていくという活動になります。次に4番目の地域の魅力と課題を見つけようという、学習になりますが、ここからはシンキングツールを活用して生徒の思考を促すということを行っていきます。特に問題点をブラッシュアップしていく、ここでは生徒の問題、気づいた問題点が生徒自身が考える主観的な意見になりやすいっていうところが傾向としてあります。ですので、その意見は実際どんな根拠があるのか、データからまず探すっていうような、エビデンスを探すっていうこと、根拠を探すっていうところを注意することが大切であると考えます。データなどにないものは地域の方にインタビューをしたりすることで情報を集めることが可能です。また抽象的な問題は、この活動の後にあるロジックツリーで問題点を深掘りするという活動につなげてください。また人口の減少だったり、また、移住者が少ないなどの大きな問題点に着目しがちです。しかし地域の小さな問題点、身近な問題点にも着目するように声かけすることがより効果的になるのではないかというふうに考えます。5番目の問題点を解決するアイデアを考えようという点ですが、ここではイメージマップを活用してアイデアを広げていきます。このような例も、を示すことによって子どもたちがイメージしやすくなるのではないかというふうにも考えます。実際にこれは生徒が作った、中学3年生が作った、イメージマップになりますが、この時に子どもたちは4つのアイデアに着目しました。ご当地マップを作る、特産品の需要を高める、タイムスリップ風景、高齢者からの伝授、こういう4つの中から選んだアイデアを深掘りしていこうというふうに考えました。この時にやはりこのご当地マップを作る、特産品の需要を高めるというアイデアに対しては、先生方のサポートとして、どんなご当地マップなのとか、他の地域の事例は、他の地域との違いは、この地域にしかないものとは何だろうっていうような問いかけをすることで、より子どもたちの思考が深まっていくのではないかというふうに考えます。そういうところでこの、より広くイメージマップでアイデアを広げていくっていうところにつなげられます。その後の活動を進めていくと、最終的に企画書としてまとめていきます。先生方からのご意見でどのような、企画書にすればいいのか、またプレゼンテーションのスライドはどのように展開すればいいのかっていうところも、ご意見をいただきました。そこで今回この7番目の企画書にまとめようのところでは、簡単な事例ということで、スライド8枚を、入れておきます、ここで詳細については増やしていけるという形になるんですけれども、どうしてもなかなか進められない生徒さんについてはですね、この実際に教授指導のスライド、ここの方に、はめ込んでいくと最終的に、企画書の方ができる、プレゼンテーションスライドの方ができるというような形にもなってますので、そういう活用も、していただけたらというふうに思います。そして、学内でのプレゼンテーションについてなんですけれども、評価のところが問題になるかと思うんですが、今回のこのプログラムでは
まずプレゼンテーションとは何か、良いプレゼンテーションとはどんなものだろうということを子どもたちに実際に考えてもらう、生徒に考えてもらうということを学習としても設けております。制作アイデアコンテストであったりとか、他のビジネスプラン、ビジネスコンテストなどの発表者の動画などを見て、プレゼンテーションに必要なものって何だろうということで、子どもたちに実際に評価基準を作ってもらう、ということを活動に入れております。そして、自己評価、他己評価を行っていくというのが今回のこのプレゼンテーションにおいては重視したところです。また今回、この副教材についてですけれども、地方のチェンジメーカー育成プログラムの他に3つの総合的な探究の時間の教材がございます。地方のチェンジメーカー育成プログラムは、冒頭でもお話ししましたように地域探究の基礎編です。これをより専門的に産業経済を重点的に探究したい場合には、そしてビジネス稼ぐということをより特化したもの、時にはまた理系医療系を選択する、生徒、また理系の導入のためのプログラムの時はという形で、つなげていけるようにもなってますので、この4つの、探究学習の、探究で、総合的な探究の時間の教材についても発展的に、ご活用いただけたらというふうにも思っております。そして今回作成するにあたって議論になったのが、探究学習の学びをどのように社会につなげるかというところでした。探究学習の学習で終わるのではなく、やはりこれをどう実現させるのか、ここがこの探究学習のポイントではないかと思います。学校内での企画書を作って発表するっていうところでは、やはり社会とつながりません。大事なのは社会にどうつなげていくのか、そして、子どもたちに地域を自分ごととしてどう考えていくのかっていうところにつなげたいという思いがあります。そこで教材の一番最後の、発展のところになるんですけれども、生徒のアイデアを地域の方、また企業の方、また自治体の方に、提案し、実際に、この子どもたち、生徒たちが作った教材、生徒たちが作った企画書を実現につなげていくということもサポートしてあげると、より、生徒たちが自分ごととして取り組んでいけるのではないかというふうに考えますし、やはりこの do ですね、実践するというところをどう作ってあげるかということも大変大切なことであると考えます。そこで実は今回、急な臨時休校が、新型コロナウイルス感染症による臨時休校が起きたことで、この副教材がどのように活用できるのかということを、委員の方々とお話ししました。そして、この休校中に探究学習をサポートできないかということで、このリーサス副教材作成委員のメンバーとですね、リーサス活用教育推進委員会というものを立ち上げました。この立ち上げて、実際にこの副教材を使って子どもたちの、探究学習をサポートする活動を始めました。大正大学地域探究学部の浦崎太郎教授、また、教育ソリューション研究協議会の方々にご協力いただきまして始めたのが、学びを止めないプロジェクト自宅で地域探究になります。4月末にホームページを立ち上げまして、そしてこのような流れで進めてきました。この地方のチェンジメーカー育成プログラムを生徒自らが教授資料を、授業スライドを見ながらワークシートにまとめていく、そして最終的に企画書を作っていくという流れです。生徒が自ら行うにやはりハードルが高い生徒もいるということで、そこで大学生がその探究学習をサポートするという活動、そして授業だったらこのようなサポートをしますよということを簡単にまとめた YouTube 動画も作成して、この自宅で地域探究をサポートさせていただいております。
そして先ほどもお話ししました、探究学習の学びをどう社会につなげるのか、生徒が考えてくれた企画書をどう社会につなげるのかということを重点的に考えて、アイデアコンテストではなくアイデアコネクトという機会を作っております。この YouTube 動画を見ながら生徒は自主的に取り組むことができますし、また大学生が生徒が作成した企画書に対してサポートアドバイスの、コメントをですね、この資料の右側の方にあるような形にまとめまして、生徒に個々に、送らせていただきました。そして、最終的に第1期の応募は締め切りをさせていただいたんですけども、地域応援アイデアコネクト、エクスポ2020というものを開催中です。現在100通近くの、生徒の企画書を、選考段階に入っております。最終的にはホームページなどに生徒の企画書を、掲示させていただくと同時に、選考委員の方々、また関連企業の方々に協力いただきまして、実際に企業などにこの生徒の企画書を実現させていただくという取り組みを行おうというふうに考えております。このような取り組みを通じて、生徒の自主的な探究学習につなげていきたいということで取り組んでいるところです。最後に、この地方のチェンジメーカー育成プログラムについては、完全なる教材ではございません。資料がパワーポイントの資料になっているようにですね、教材が自由に可変することも可能です。ですので、先生方の思いをぜひ加えながら、この教材を使っていただけたらというふうに思います。以上で私からの説明といたします。ご清聴ありがとうございました。ウェイカド先生、どうもありがとうございました。お二人の先生方から副教材を使いました事例などについて、詳しくお話を伺いました。さて、ここで大久保先生、ウェイカド先生の質疑応答に移ります。この質疑中にも、まだまだ皆様からの質問を受け付けておりますので、どうぞ画面下の Q&A のところからご投稿をお願いいたします。では、この質疑応答の進行は内閣官房の宇野さんにお願いします。宇野さん、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。質問が来ていますので、早速ご紹介させていただければと思います。リーサスを活用して政策を立案した企画で、政策の実現や社会課題の解決、社会企業につながった、過去つながりそうな事例がありましたら、お聞きしたいですと。またそのコミュニティ、その実現に向けたコミュニティ作りについて、学校として心がけていることなどもお聞きしたいです。ということなんですけども、どちらがよろしいですかね。両方でも大丈夫ですけど。じゃあ、うち行きますか。じゃあ、はい、お願いします。はい。すいません。まず、去年、まあ、考えられた企画で、リーサスのアイデアコンテストに出させてもらった企画が、今年、ちょっとすべてのことはまだ、プロジェクトが進んでる段階なんで、言えないこともあるんですが、いわゆる、田舎の野菜、セットを、まあ、母ちゃん野菜っていう形で、都会の方のデパートとかで売るっていう風なことを生徒が考えて、その野菜セットを作ってレシピとかも作って、そういったものを、まあ、町のアピールに使いたいっていう企画を考えました。で、それに、今年、JA さんとか、地元の県のとか市の農業の関わる人たちが関わってくれまして、それと本校の OB である、まあ、料理家、このあたりですかね。あとデザイナーさんとかが噛んでいって、一つのプロジェクトが今年進んでます。まあ、結果どうなるかわかりませんが、まあ、社会企業まではいかないんですけど、まあ、そういうふうな政策の実現という形では進んでいるものがあります。で、まあ、できたら、まあ、学校としてもそういったものが、まあ、一つ、二つあれば、まあ、後輩たちが見て、それにまたやってみたいとかいうことで、関わってくれる子たちが増えるように、引き継ぎであるとか、まあ、一緒に
去年やったことは、また別の子たちが一緒にやったりとかいうことで、まあ学年に関係なく引き継いでいって学校として取り組んでいけるような形を、今、実現しているところです。こんな感じでいけますかね。はい。はい、ありがとうございました。上門先生は何かありますか？はい。実際にこのリーサスを活用した政策立案についてはですね、やはりこの、子どもたち、生徒たちが実際に考えたことをなかなかこう実現できないというところが課題としてあります。ですので、実際に市役所に私たちの方で、足を運び、そして、生徒たちの、企画書に対して、発表する場というものを学校で開催し、そして、企画制作家の方だったりとか、実際にそれに携わっている企業の方にも来ていただいたりとかして、子どもたちの提案を聞いていただき、そして、逆にですね、そのコミュニティでさまざま考えたりとかっていうような、イベントの方に、生徒たちに参加を促していただいたりとかいうことで、生徒が実際にそのイベントに参加して、新たなものを作ろうっていうような取り組みに、積極的に参加するようになりました。ですので、まあ、学校としてもそうですけれども、地域として生徒の考えというものを取り入れるような、また仕組み作りというのも必要なのかなというふうに思いますし、地域との連携だったりとか、自治体との連携、企業との連携をより進めていきたい、進めていくことが今後より大切だなということを考えております。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてご質問を紹介します。地域探究は中学校の社会科の地理分野の地域調査でも取り扱う話でもあり、中学でしっかりとやっていれば高校で焼き直す必要性を感じないのですが、高校で焼き直す意味を教えてくださいということなんですけども、どちらかお願いできますか？じゃあ私の方で。お願いします。はい。確かにその中学校の社会科の地理分野において地域調査で取り扱うところだと思うんですけれども、どうしてもいろんな授業の仕方があると思うんですけれども、高校ではより実践的なものになると思います。先ほど少し話させていただいたんですけれども、やはりこの、学校の中での、授業では、だけでは、この地域調査っていうところがデータが中心になっていくのかなというふうに考えます。この教材を作るにあたってもフィールドワークをどう、実際に作っていくのかっていうところも課題としてありました。ですので生徒たちの各個々によるまたグループでもそうなんですけれどもフィールドワークを促すっていうところをとあとより社会につなげるまた、その調査したものを実際の問題点、そして新たなアイデアっていうような、思考のところにつなげていくっていう観点において、そしてまたビジネスにつなげていく、まあ、これは、方向性はいろんな方向性学術的なものもあると思うんですけれども、というような高いレベルの探究につなげていくっていうところにおいては、必要なこと、またより深く探究できるのではないかというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。大久保先生は何かございますか？はい。もちろん、地域調査っていう形で、本当に地元のところでもいいんですが、地域探求っていう形で、まあ、もうちょっと範囲広げて、県とか、まあ、日本全国他のところでもいいんで、そういった他のところのことを見ることで、気づくこととか勉強できることもあるので、そういった広がりっていう意味でも使えるんじゃないかなと思っています。はい。ありがとうございます。8月8日の回にですね、地理の先生が、登壇されますので、その時にもですね、同じような質問をしていただけると、また違った答えが返ってくるかもしれないなと思います。では次聞かせていただきます。素晴らしい取り組みと思いますが、私個人としてはあまり成績評価にはつなげたくないなと思いました。先生方はどのようにされていらっしゃいますかということなんですけども、まあ、これはぜひお二人からと思いますけど。大久保先生からいいですか？はい。はい。もちろん、最初の段階では情報ですので、情報の方の、まあ、テクニックじゃないですけど、リテラシー的な、ワードとか、エクセルとか、パワーポイントの使い方っていう点では、点数化しています。
成績にも、まあ、デザイン性とかも含めて反映させるようにはしてます。で、取り組みとして、まあ、総合的な探究の時間まで入ってしまう取り組みとしては、成績評価には、まあ、つなげてなくて、こういったところで、生徒に、まあ、ルーブリックとして示して、こういう段階までは来てるよねっていう気づきには使えますが、成績評価には使ってないっていうのが今の現状かなと思います。はい。はい、上門先生はいかがでしょうか。はい、この評価のところについては、この教材を作成するにあたっても、議論、したところになりました。総合的な探究の時間になってくると、この評価っていうところをどうつけていくのかっていうところもあると思うんですけれども、そこよりもやはり子どもたちが主体的にどう変わっていったのか、どう取り組んでいったのかというそのプロセスということを大切にするということが大切ではないかというふうに思います。そういう中で生徒がどのように変わっていったのかというところを担当する先生方にが気づいていく、また一緒にそこをサポートしていく、寄り添っていくということが大切、そしてそれが結果的に評価につながるのではないかというふうに考えます。以上です。ありがとうございます。続いてのご質問ですが、ちょっとこれ難しいかもしれないですけど、フィールドワークは近年非常に倫理が厳しく、地理学会にも倫理綱領が出ていますが、そのあたりはどうクリアされていらっしゃいますかということなんですけど、どうですかね、答えられる先生はいらっしゃいますかね。はい、では私がフィールドワークと何度も言っているので、はい、まず、まあ、倫理的にもあっていうところがどういう観点かちょっとあれなん私も勉強不足なところもあるんですけれども、まあ、身近なところではこの新型コロナウイルス感染症の広がりによって地域に出ていけないという問題がまず一つあると思います。その点においてはやはり今後議論考えていかないといけないところになると思うんですけれども、まあ、この今回このオンラインで会議があるようなまあ、Zoom とかオンラインを使った新たなフィールドワークっていうこともできるのかなというふうにも、これをフィールドワークというふうな単語で適切かどうかわからないんですけれども、この、まあ、ちょうどバーチャルとこう現実的な間になるかもしれないんですけども、そういうところの活動っていうところも、で、より今まで行けないところに行けるっていうよ、行けるっていうか、今まで知れないところを知ることができるっていう機会になるような工夫っていうのは必要なのかなというふうに考えています。また学校内においては、このフィールドワークの時間をどう確保するのかっていうところも課題になるかと思います。ですので、時間の調整も当然必要だと思うんですけども、より生徒の自主的な活動っていうところを、まあ、どうサポートしてあげられるのかっていうところも、まあ、管理といいますか、そういうところも必要になってくるのかなと。ここについては、やはり今ご指摘いただいたところにおいては考えていかないといけないなと、私も新たな課題としていただいたので、また考えていきたいというふうに思います。以上です。ありがとうございます。大久保先生は何かありますか？はい、まあ、どちらかというと、うちの場合はもちろん地域が田舎であるので、そういったフィールドワークに関しては、まあ、周りが受け入れてくれる度合いの方が非常に温かい目で見てくれて、ぜひ来てくださいっていうふうに言ってくださることの方が多いので、そこまで問題になったことはないんです。で、一回、外国の方で、海外研修の方で、フィールドワークとかしたときには、もちろん、専門方とか、通訳の方とか、いろいろ、大人がやっぱりそこはサポートしていくところかな、っていうふうに考えています。はい、以上です。ありがとうございます。続いてのご質問を紹介させていただきます。地域というテーマに限らず、探究活動のためには学習への意欲や学習へのベースが必要かと感じました。経済産業省の浅野様からもありましたが、常識を疑う前に常識が必要であるように、探究を行う前にどのように考えるのかの基礎力が必要だと感じました。いきなり地域創生となるとホップステップを飛ばしてジャンプになるような気がするのですが、そのあたり実践を通して生徒の様子や成長のスピードはどうだったかお聞かせください。ではこの大久保先生よろしいですか。はい、ま、
大人が心配するよりか、子どもたちにこうリーサスのデータを見せて考えてもらうと、すごいいろんな考え方をしてくれて、いろんな気づきもあるし、どちらかというと僕たちが、あ、そんな見方もあるんじゃっていう風な気持ちになったりもすることもあります。で、あんまりこう、もちろん前段階で知識がある方がいい、っていうのはいいんですけど、そこから学びの方に戻っていって、教科の学びにつながっていくっていうここの方が、うちの学校の場合は多いかなと思います。で、順番にっていうふうに考えし、まあ、しすぎるっていうか、まあ、用意しておくよりかは、生徒のある程度実践に任せて、いろんなことをやっていく方が、生徒自身がすごい、あ、こういうこともできるようになったんじゃっていうふうに、すごい成長する子もいます。中には。もちろん、その成長する子についていくだけで、まあ、本人たちには勉強になってると思いますし、そういったふうに、ある程度こちらが用意すれば、子供たちが勝手にやってくれるっていうところが、うちは場合は結構ありました。はい、以上です。ありがとうございます。上川先生からありましたらお願いします。はい、実際にこの地方創生ということを、取り組み始めて中学3年生中心に始めたんですけれども、私先ほど大久保先生が言ったように、私たちが懸念していたこの難しさっていうのを、意外と子どもたちっていうのはそうではなく、逆に生徒から私たちは気づかされるっていうことが、私自身多く、私が学ぶことが多かったっていうのが最初の思いです。また地方創生を学ぶっていう考え方もあると思うんですが、あくまでも地方創生をテーマに学んでいるっていう考え方もできると思います。この地方というものを考えたときに、結果的に地方創生になっているっていうところに気づいて、生徒が気づいていくっていうような、ことになってくると、結果的に、まあ、ホップ、ステップ、ジャンプっていう、先ほどご質問の中にもありましたようなところにつながっていくのかなというふうに思いますので、まあ、地方のチェンジメーカー育成プログラムを作る上でも、やはりこの地域の問題点をスタートではなく、魅力から見つけたっていうところも、そこの、こう、スタートとして、検討させていただいたところにもなりますので、意外とこう、いいところ、足りないところみたいなところから、入っていくと、子どもたちっていうのはどんどんこうイメージで主観的なところからこう入ってきて、じゃあそれってデータでどう示してるかな、本当にそうなのかなっていうような問いかけで、子どもたちがこう深めていって、で最終的に、いろんな、アイデアが出てきて、これってじゃあ地域どう活性化できるっていうような、ことを大人の方から意見いただいたりっていうようなところが、最終的なこの地方創生とこにつながっていくのかなというふうに思ってますので、まあそういう、アプローチを、心がけております。以上です。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に行きたいと思います。取り組みが、子どもたちのキャリア発達や進路につながりそうですか、またはつながっている事例はありますか。どうでしょうか。上門先生ですかね。はい、そうですね、キャリア発達進路というところでは、やはりまず子どもたちがですね、生徒たちが、自らこう大人の方とつながるっていうことが多くなりました。学内での提案にとどまれば、子どもとの生徒と生徒との友達との関係なんですけれども、ここに企業の方とか、あと地域の方をお招きしたり、まあ、そういうところに出向いたりすることで、大人、異世代の方との交流が、できたということで、そういう方に対して生徒たちが積極的に、意見したりとか、またそういう方を見て、実際自分もこうなりたいっていうところにつながったところでは、キャリアのところにつながっているのかなと思います。また、この活動を通して実際に大学の進学、具体的に言いますと、地域創生学部への進学であったりとか、またこの地元に戻ってくるために、県外の大学、首都圏、まあの大学に行って、学び、そして戻ってきたいっていうような、ことを、思っている、
生徒が出てきているの、出てきているというところでは、このつながっている事例になるかなというふうに考えます。以上です。ありがとうございます。大久保先生からお願いいたします。はい、同じようにですね、地域創生系の学部を目指すっていう子は、もちろん、取り組んだことでっていうのは増えてます。で、実際に合格している子も多いです。推薦入試であるとか、栄養入試で、そういった結果で、まあ先ほど浅野先生の講演の時にありましたように、NISA使うことの、まあ、保護者に対するっていうところもあったと思うんですけど、逆にうちではそういったところで実績があるっていうことで、そういうことを親の方がリーサスやつやりとかいう感じで、コンテスト出してみたらっていうふうな親も、まあ、ちらほら出てきてます。で、合わせて、もちろん、そのまま地元の市役所であるとか、県職に就職したいっていう子も、なんか、まあ、うちはそもそも進学がメインで、就職の子は少ないんですけど、毎年何人かは、おるような感じになってます。こういう感じですかね。はい、以上です。ありがとうございます。次で最後ぐらいですかね。カウンターパートとして、首長、首長ですね。首長部局の、まちづくり系部門や関連する部門との連携はどうやってコーディネートしているのでしょうか。じゃあ、大久保先生、いいですか。あ、はい。まあ、三輪市っていう形で、地元の市の方では、そもそものリーサスの案内であるとかを、この、まちづくりの部局の方から紹介いただいて、取り組むようになったんで、頻繁に、そういうふうな、生徒に対してのレクチャーも受けたりとか、逆にまちづくりのシンポジウムに生徒が参加するっていう形で、連携しているところがあります。で、県の方とも、連携させてもらって、特に、まあ、うちはどちらかというと SSH 校なんで、理系の部分で農業とか、そういうところは、まあ、農林関係だけじゃなくて、街づくりの方と、もう3つぐらいを連携させてもらって、中心となるのが、まあ、予算を出すところとかになったりとかするところで変わってはくるんですけど、まあ、だいたい僕ともう一人の、SSH 担当しているものを窓口にして、生徒とこの、まあ、県とか市とかを結びつけながら、まあ、話を進めていったり企画を作ったりとかはしています。はい、ありがとうございます。上門先生からお願いいたします。はい、最初の取り組み、最初の時には、先ほど大久保先生のようにのところのようにですね、まあ、その自治体が連携を、やろうっていうような形ではなく、実際にこういう取り組み始めたので、見ていただけないでしょうかというふうに、私たちの方で、制作企画課とかにですね、訪問して、お願いしたっていうところがスタートでした。まあ、公立学校とかだとそういう連携が、あったりとかするかもしれないんですが、そうじゃない学校も多分あると思いますので、そういう学校にはそれがまあおすすめです。思った以上に、そこに対しては協力的にですね、いろんな情報を提供していただいたりとか、していただいたり、まあ、地方、例えば自治体の地方創生、こう考えてますって講演をしていただいたりとかっていうような活動がそこから始まりました。また、まあ、OB、OG の、企業だったりとか、そういう、方に、まあ、ご相談するっていうことも、その方法としてあるんじゃないかなというふうに考えます。そういう形で、徐々に活動を、行ってきたっていうのが、まあ、本校の取り組みです。以上です。はい、ありがとうございます。時間も、まあ、いい時間になってきましたので、この辺でと思いますけども、ちょっと事務局への質問がなかったのはちょっと残念ではあるんですけども、まあ、きっとご関心持ってくださってるんじゃないかなと思いますので、探究、地域探究実践校ですね、への応募。これ学校単位での応募っていう方がやりやすいかなと思って、そういう感じにしてるだけで、個人単位でも応募いただいて全然構いませんので、まあ、なんか迷うことがあったら、なんかご相談いただくとかですね、まあ、ハードルをなるべく低くして、やっていきたいと思っていますので、
まあ、お気軽に、やっていただけるといいかなというふうに思っております。ということで、では一旦、司会の方にマイクを返します。大久保先生、上門先生、どうもありがとうございました。